空手屋をご紹介します。それぞれ説明する前に空手屋全体のことをちょっと話したいと思います。空手屋は熱帯アメリカに分布するクズーコン科空手屋族の多年草になります。矢の羽後ろにありますよね。矢羽のような見た目、この細長い形ですね。その見た目から五色矢羽章っていう和名があります。熱帯雨林で岩の隙間とか木の根元などに自生しているんで、あったかい温度で温度差がない環境を好みます。対処性、暑さにすごい強い反面、体感性が非常に低いです。10度以下とか5度以下ではすごい弱ってしまうっていう話です。で、空手屋の一部の飲酒では夜になると歯の裏を見せるように、歯をこう縦にする睡眠運動っていうのを行います。で、株の健康状態を見るのにこの睡眠運動っていうのをしなくなるっていうのが、ご自分で立ち上がる元気がない状態なので、水切れや、健康状態がよろしくない、株が弱ってるよっていうサインになるそうです。活力剤をあげるとか、置き場を変えてあげるとか、ケアをしてあげる必要があります。空手屋はジャングルの最下層に生息するんで、日陰から半日陰を好みます。そのためできるだけ多くの光を吸収するために広い歯を、こういう大きな歯を持つものが多いみたいです。こういったジャングルの下層での環境で自生しているため、多湿をすごい好んで歯水はしっかり欲しがります。しかし、土が常に湿っているのは嫌いみたいです。ですので、土は水はけの良いものを使用して、土が乾いたら水を湿らす程度で乾燥気味に管理します。常に土が湿っていると根腐れの原因になりますので注意してください。そして歯水はしっかりやって、乾燥する冬場は、もちろん室内に持ち込んで何かで囲うなどして、環境の湿度ですね、この、周りの湿度は高めにしてあげる必要があります。あと歯水もしっかりしているのに歯が黄色に変わってしまうことがあります。私のもそうなんですけど、縁が、ちょっと茶色く変わってきてます。これも一度茶色くなってカットしたんですけど、やっぱりちょっとこう縁が茶色くなってくるんですよね。で、そういう症状として、今原因として考えられるのが、水道水に含まれている塩素、塩素などの化学物質を分解することができないみたいで、その症状として歯が黒ずんでしまったり、こう丸まってしまうっていうことがあるそうです。で、その対策として、こう1日、水を出した後1日置いた水を使うとか、蒸留水とか雨水、あとは精製水などで歯水をするっていう方法が、いいそうです。最近のキッチンには浄水器がついているものが多いんで、浄水器側の水を歯水に使うといいと思います。私も他の観葉植物は普通に歯水するんですけど、ちょっと空手屋用に、最近そのちょっと茶色くなってきたんで、浄水器のを通した水の方を用意して、これで試してみたいと思ってます。空手屋はコレクターも多くてすごい人気のある園芸品種です。比較的丈夫で育てやすいっ
言われる反面、人によっては育てるのが難しいとも言われてます。その理由はやっぱり熱帯の暗がりで育っている植物なんで、強い日差しとあと寒さに弱い。なので四季のある日本の気候下での屋外での管理が難しいっていうのが理由に挙げられます。逆に言うと室内で一定の温度で育てるのに最適な観葉植物と言えると思います。私が育てた中では一番難しいと思ったのはアロカシア、あのバンビーノとかいろいろあるんですけど、すごく葉の綺麗な、作り物のような葉をした観葉植物なんですけど、それはですね、私も2株ぐらい挑戦したんですけど、理由が全く分からず枯れてしまいました。それに比べればさほど難しいとは思いませんね。この環境温度、空気中周りの温度の、低下、低い湿度に注意して葉水をしっかりして、鉢には水をあげすぎない。あと寒さに弱いんで、冬場は乾燥する、エアコンの風が直接当たるとかそういうところは避けて、暖かいところで、加湿器を焚いてあげるとか、ひどければ囲ってあげるとかして、守ってあげれば大丈夫です。あと空手屋のお世話として剪定をしてあげる必要があります。この葉っぱは自然に枯れて落ちるものではないらしくて、どうしても下葉が枯れてきます。でそういうものを切ったり、こう見た目でバランスの悪い葉を切ってあげたり、これで見た目を整えてあげるっていう、そういうお世話ですね。それをすることによって葉がなくなったので、その両脇というか他の部分から新芽が出てくる、成長を促すっていう意味合いもありますし、病気の予防などの効果があります。それと大きく育てたいなら、根詰まりしてきたタイミングで鉢を大きくしていきます。もちろんどんどん鉢を大きくしていくと、葉っぱも大きくなって、大きく育ちます。年に3枚から5枚ぐらい葉っぱが出るそうなんですけど、成長はゆっくりですが、鉢を大きくしていけば大きな株に育てられます。コンパクトに育てたいと思いなら、こう密集して育ってきて根詰まりしてきたら、根元で切ってあげて株分けして、小さく育てて、楽しむのも一つです。基本を守れば、綺麗な葉がずっと楽しめる観葉植物です。それでは一つずつちょっと紹介していきます。まずはこれ、パラテナマコヤナ。マコヤナは30種類ほどあるカラテアの一種で、ブラジルの東部が原産らしいです。マコヤナの魅力は個性的な葉の模様ですね。わかりますかね、こう黄緑の地の色に濃い緑色の、不点の模様、こういう点々ですねが左右交互に入ります。このまるで葉っぱの中にちっちゃい葉っぱがこう生えてるみたいな、そんな感じに見えます。マコヤナはこれ茎じゃないらしいんですね。茎は地中にあって、でこの柄のついた葉っぱが地表のところから密集して生えてくる。で成長すると大きなもので20センチから30センチの葉っぱになるそうです。葉っぱ全体には細かい筋、見えますかね、線ですねが入って、
和名の由来になっている矢羽のようにも見えます。葉っぱの裏側は表からは濃い緑色に見えますけど、裏は赤紫で、葉の裏表で色が違うっていう点も特徴的です。こう裏にも線が入ってます。この表の黄緑色の部分は透明感があって光が透過してとても綺麗です。こう睡眠運動によってギュッとこう歯が立つので、歯の表裏のコントラストがすごいこう夜になるとエキゾチックで魅力的なマコヤナです。では次いきます。カラテアランキフォリア。ランキフォリアはカラテアの中でもシャープな葉をした種類です。このシャープな葉は模様がすごい美しくて、こうビロード感のあるランキフォリアです。葉の実の緑が波打つ明るい緑で、葉の裏はこれも鮮やかなワイン色をしてます。ランキフォリアは昼は葉の付け根からこうですね、付け根から曲がって、表を見せてますけど、夜になるとこれも睡眠運動によって葉が直立する、こうですね、こんな感じになります。直立するんで、これも昼と夜で違う色彩の雰囲気を楽しめるっていう特徴があります。シャープで長い葉が広がったり閉じたりすることで見栄えが良くて、インテリアグリーンとして人気があります。で、私が最近手に入れたカラテアのストロマンテサンギネアトリオスター、ちょっと長い名前ですけど、葉に光沢があるのが特徴で、まるでこう皮のような質感があります。このトリオスターはマルチカラーとかトリカラーとか呼ばれていて、特徴はなんといっても葉のこの緑の分かりやすいの、緑の濃淡とか白、桃色、こういう色が入って、葉の裏に赤紫に鮮やかな模様が入るのがすごくエキゾチックで綺麗なトリオスターです。このトリオスターも他の2種と同じで、この下葉の方が枯れてきたりしたら、切ってあげるのが必要なのと、こうピューッと高い芽とか、花が出るらしいんですけど、そういうのが出てきたらそれを支えるために支柱を立てて、支えてあげる、綺麗に見せるんですね。そのお世話で、健全な成長を楽しむことができます。さてカラテアいかがでしたでしょうか。とても魅力的で特徴的、模様も色も綺麗なカラテア、このツヤツヤした葉がとても綺麗です。葉のツヤをしっかり楽しみたいのであれば、私以前の動画でも紹介してますけど、リーフクリーンっていう葉の洗浄剤があります。それをスプレーすると、葉の汚れを取り除いてくれて、すごいツヤを取り戻します。もちろん葉っぱに悪いものは入ってないので、こう葉っぱの呼吸阻害をすることなんかはありません。
私もモンステラとか、ガジュマルとかちょっと肉厚な緑の濃い葉にはよく使ってます。おすすめです。お宅の環境下に応じてこのカラテアも、管理の仕方も、いろいろ変わってくると思います。乾燥した場所、日の当たり方、お宅によって違いますので、そのお宅の環境に応じて、育てて観察してしながら育ててあげる。で、朝のもうルーティーンとして朝一起きたらこう葉水をあげる。朝カーテンをバッと開けて気持ちいいのと一緒で、葉水をあげて潤った綺麗な葉を眺める。素敵な朝だと思います。観葉植物で潤いのある生活楽しみませんか？すごい綺麗な品種ですので、とてもおすすめです。価格帯もさほど高いものではないので、いろいろ探してみてください。いろんな種類がありますので、それでは、カラテアのご紹介は終わります。私これまだ買ったばかりで土が乾いてないので、土が乾いたら、ほぐして、植え替えをしようと思ってます。また植え替えの動画など、ご紹介したいと思いますので、その際はご覧いただけるとありがたいです。では以上、カラテアのご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。Burning in me. All of the noise turned into choirs of harmony.